はアンドロイドお断りじゃなかった？おい、なんだ、登りたいのか？アンダーソン警部補、私はコナー、サイバーライフから派遣されました。先ほど署にご挨拶に伺ったのですが、近所のバーにいるはずだと言われたので5件ほど探し回りました。何の用だ？あなたはある事件の担当になりました。アンドロイド絡みの殺人事件の捜査です。所定の手続きに従い、捜査補佐専門モデルの私が配属されました。助っ人なんか必要ないね。プラスチック野郎の助けなんてもってのほかだ。分かったらおとなしくお家に帰るんだな。アンドロイドの存在が気に入らない人がいるのは十分承知しています。ですが、これっぽっちも気になんかしてないね。分かったらその足踏みつぶされちまう前にうるせえな。警部補、お酒はそのくらいにして一緒に来てください。その方がお互いのためです。こうしましょう。最後の一杯をおごります。どうです？すみません、同じのをもう一杯。科学の進歩ってやつはダブルで。殺人って言ったか。ここで待ってろ。すぐ戻る。私は現場に同行するよう指示されています、警部。いいか、お前に出された指示なんて知ったこっちゃないね。俺が待ってろと言ったら、お前は黙って待ってりゃいいんだよ。チャンネル16のジョス・ダグラスです。殺人事件だそうですね。悪いがノーコメントだよ。デトロイト市警は何にも教えてくれないんだから。アンドロイドは立ち入り禁止です。俺の連れだ。待ってろって言葉が理解できないのか。任務に相反するご命令だったためです。口を開いたり何かに触ったり俺の邪魔をしたりするなよ。はい。よう、ハンク、来ないんじゃないかと思ってたとこだ。こいつに捕まらなきゃ来なかったろうな。へえ、まさかあんたがアンドロイドとはね。いいから、何があったか教えてくれ。家主から8時に通報があった。数ヶ月家賃を滞納してたから家の様子を見に来てみたところ、死体を発見ってやつさ。ったくひどい匂いだよ。開けてマシにはなったけどな。ガイシャの名前はカルロス・オーティス。調べたところ、窃盗と加重暴行の犯罪歴ありだ。近隣の住人とも付き合いはなし。一日中引きこもってたって話だよ。ったく、これなら真夜中にわざわざ呼び出さなくても朝まで待てただろう。死んだのは3週間以上前だだろうな。検視が来れば分かるはずだ。死体の近くにキッチンナイフがあった。多分凶器だろう。侵入の形跡は？いや、正面玄関は中から鍵がかかってて窓も全部閉まってた。裏口から逃げたんだろう。こいつのアンドロイドの情報は？今はない。所有はしてたって話だが見当たらなかったよ。
俺は外に出てるぞ。あとはご自由に。何かあったら呼んでくれ。手じゃこうは書けないだろうな。クレイス、この文字はガイシャの血か。そうでしょう。サンプルを分析に回しておきます。レッドアイス、ガイシャはパーティー好きなのかな。正面は鍵がかかってた。ここから逃げたんだろうな。足跡はコリンズ巡査の28センチの靴だけです。数週間もたちゃ足跡だって消える。 いえ、この種類の土ならば残るはずです。しばらくここには誰も来ていない。ドラッグを分析に回しておけ。了解です、警部。28回も刺されているようです。ああ。
犯人は相当恨んでたみたいだな。警部補、何があったか分かりました。そうか。じゃ、聞いてやるよ。事件の始まりはキッチンです。揉み合った形跡もあるしな。問題はだ、何があったかってことだ。被害者がアンドロイドを襲ったんです。バットで。それなら証拠と一致するな。続けろ。そしてアンドロイドは被害者を刺した。そんじゃアンドロイドは自分の身を守ったってことか。その後何があった？被害者は逃げたんです。リビン。アンドロイドから逃げようとしたのか。筋は通ってるな。アンドロイドは被害者をナイフで殺した。なるほど。お前の推理もあながちふざけじゃないな。だがアンドロイドはどこに行ったんだ？バットで殴られ損傷し、シリウムを流したはず。なんだって？シリウムです。いわゆるブルーブラッドですよ。アンドロイドにエネルギーを供給する液体です。数時間で蒸発するので裸眼では見えなくなるんですよ。でもお前の目には見えるってことか。その通り。へえ。その椅子どうすんだ？調べたいところが。調べたいところね。身を守っただけだ。殺されそうだったんだよ。お願いだ、黙っててくれ。おい、コナー、上で一体何してんだ。
見つけました。おい、嘘だろ。クリス、メン、今すぐにこっちに来い。